皆さんこんにちは。山種美術館の学芸員山本由里と申します。山種美術館では2021年4月10日から6月27日まで開館55周年記念特別展百花繚乱華麗なる花の世界を開催しています。これから本展覧会の概要そして見どころとなるポイントをお話ししたいと思います。こちらは展示風景の一部です。本展では近代、現代の日本画を中心に様々な画家が描いた花の絵を展示しています。会場内は花が描かれた絵画でまさに満開となっています。展覧会の全体像をまずご説明いたします。構成はこちらに写している通りですけれども、第1章は春から夏、咲き誇る花々と題して、春、夏に咲く花が描かれた絵画をご紹介しています。写真は展覧会入ってすぐのスペースを写したものです。小林古径が描いた勝負という作品が一番初めに展示されており、皆様をお迎えいたします。続いて第2章は、花のユートピアと題しています。花を描いた絵画の中には、異なる季節に咲く花を一つの画面に描いた作品も少なくありません。現実の世界では違う季節の花が同時に咲くことはありませんが、美術の世界では一つの情景として描き出すことができます。一つの作品の中で複数の季節の花を楽しむことができる作品をここではご紹介しています。写真の手前に写っています大きな軸装の作品は、荒木十歩の四季花鳥という作品です。こちらは四幅対、四つの軸がセットになっている作品です。続いて第3章、秋と冬の彩り、再び春へです。こちらでは、秋と冬、そして春に至る時期の花が描かれた絵画を展示しています。例えば写真は、早見御舟と横山大観が描いた椿の絵です。そして展覧会の最後には、百花の王、牡丹と題した特集展示をしております。初夏に優美な花を咲かせる牡丹の花。原産地中国では、花の豪華さと気品ある姿から、牡丹は百花の王とも呼ばれ、古くから愛好されました。日本でも広く好まれ、現在に至るまで描き継がれています。こちらの特集では、それぞれの画家の視点によって描き出された多彩な牡丹の姿をお楽しみいただきます。展覧会の概要をご説明いたしました。それではここからは、展示作品をいくつかピックアップし、作品ごとの見どころをご説明したいと思います。日本の春の花といえば、桜を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。第1章に展示しているこちらの作品、横山大観の春潮という絵です。横山大観といえば、富士山を数多く描いた画家と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、大観は桜の絵も多数描きました。こちらの作品には山桜と朝日が描かれています。大観は山桜と太陽を日本の象徴として描いたのでしょう。この時期、同じ画題の作品が複数大観の手によって描かれました。大観は桜の中でも特に山桜を好んで数多く描きました。よく見ると淡い紅色の花や細やかに描かれた葉が朝日に輝く様子が描かれています。そして絵の下の方に目を向けますと、小さくタンポポの花も描かれています。華やかさと穏やかさ、品格を兼ね備えた大観の桜の絵です。続いてこちらは小林古径が描いた勝負という作品です。様々な色の花勝負が華やかに描かれています。花勝負は古径が非常に好んだ花でした。
この作品では画家愛蔵の恋まりの壺と取り合わせています。画面の上の方に向かってボリュームを出す構図は不安定にも映りますが、それが逆に画面に動きをもたらしていて、花菖蒲の生命感の表現につながっています。小林古径にとって最後の院展の出品作であったこちらの作品、古径らしい気品のある菖蒲の姿が描き出されています。こちらは川端龍子が描いた屏風の作品、八橋です。伊勢物語第9弾東下りに取材した作品です。三河の国の八橋で柿つばたを目にした主人公が柿つばたの5文字を歌に読み込んで都を懐かしんだという物語の場面は絵画においても繰り返し描き継がれてきました。スライドに映しているのは緒方光琳が描いた八橋図屏風、メトロポリタン美術館の所蔵です。川端龍子が緒方光琳のこの八橋図屏風、あるいは根津美術館が所蔵している柿つばた屏風などを強く意識したことがわかります。しかし龍子は光琳を単に模倣したのではありません。光琳が花の形を定型的に表すのに対し、龍子は一輪一輪を個性ある姿として描き出そうとし、また光琳の作品にはない白い花も配置するなど独自の特徴を打ち出そうとしました。1945年終戦の年、空襲が相次ぐ中、龍子は本作品を描き出しました。こちらは八橋の展示風景の写真です。金を背景に描かれる柿つばたの花が大変に華やかです。作品を前に右左と視線を動かすとダイナミックな花の姿が浮かび上がり、私たちの目を楽しませてくれます。第2章に展示しています棚村直入によって描かれた百花という作品です。一つの画館の中に四季の花が100種類も描かれています。絵の部分だけでも長さが375センチもあるのですが、その中に花々が華やかに描かれています。巻末には国交の命により100種の草花を描くことになったが、忘れたものも少なくないのでこの図鑑を試作し、四季の草花を詳しく調べ、その名称を併記すると記されておりまして、本作品が一種の植物図鑑的な役割を持つものであったことがわかります。さてこちらは荒木十歩の四季花鳥という作品です。1917年大正6年の第11回文展に出品されました。それぞれの軸に春夏秋冬の花や木、鳥が描かれています。大変大きな作品で、縦が 183.5 センチもあります。山種美術館にあるガラスの展示ケースは、この作品が十分に展示できるように設計され、大きさが決められました。春夏秋冬の花や鳥が装飾性豊かに描き出されたこちらの作品。右から春、夏、秋、冬、それぞれに名前が付けられています。秋の臨床文金を見てみますと、木の幹の部分に垂らし込みと呼ばれる技法が用いられていることがわかります。垂らし込みとは絵の具が乾かないうちに色を重ね、それによってできたにじみを生かす技法です。これはリンパが多く用いた技法で、それを荒木十歩も学び、本作品において表していることがわかります。春夏秋冬、大画面ながらそれぞれに細部まで見どころのある素晴らしい作品です。ぜひ展覧会でお楽しみいただけましたらと思います。第3章からは早見御舟椿の花をご紹介いたします。こちらは東京目黒にあった御舟の庭に咲いた御舟の家の庭に咲いた八重椿を描いた作品です。
花の部分などに彫り塗りと呼ばれる技法が用いられています。彫り塗りとは、染料を生かすために線を避けて彩色する方法です。葉の部分にもご注目ください。絵の具を塗り重ね、硬く厚みのある椿の葉の質感を見事に捉えています。ぜひ細部までご覧いただきたい作品です。さて最後に、特集展示百花の王ボタンから菱田春草の白ボタンをご紹介します。風にそよぐボタンの花が一輪描かれています。ボタンの花は白く、葉は青で描かれています。繊細な背景の彩色も合わさり、幻想的な雰囲気の作品です。輪郭線を強調せず、色彩によってモチーフを表しています。さて、よく見ていただきますと、画面の左上の方に蝶が2頭飛んでいます。花のそばを蝶が舞うのは、ごくありふれた光景のように見えますが、蝶は長寿を象徴するモチーフであり、ボタンは風紀を意味する花であるため、蝶とボタンの組み合わせは、伝統的な吉祥の図様として描かれてきました。春草はこのような伝統を踏まえながらも、色彩や線描の用い方を工夫することで自らの世界観を表現しました。蝶はとても繊細に描かれていて、注意しないと見逃してしまうかもしれません。どうぞ展示室でじっくりとご覧ください。以上、簡単ではございましたが、展覧会の概要と作品ごとの見どころをご説明いたしました。百花繚乱展は6月27日まで開催予定ですが、ご来場の際には当館ウェブサイトやハローダイヤルで開館日、開館時間などをご確認くださいますようお願いいたします。今後も山種美術館は YouTube で動画を公開してまいりますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様、最後までご視聴くださりありがとうございました。